これで秀忠の軍勢は関ヶ原には間に合わないだろう。あとは三成殿の采配で。雪村様、申し上げます。関ヶ原にて西軍は敗北、三成殿は六条河原にて処刑されたとのこと。そんな、そんなはずがない。三成殿が敗れるなど。雪村様、これで終わるのか。いや、まだだ。家康公との勝負もつけず、もののふの意地も示さずに散ることなど。雪村らの奮戦により徳川秀忠の軍勢は足止めされた。だが関ヶ原の戦いは西軍の敗北に終わる。勝者となった家康は雪村に黒山への蟄居を命じる。信行の思いを汲み取った雪村は命に従った。事実上の天下人となった家康は江戸に幕府を開き、徳川政権の安定のため豊臣家に臣従を求めた。しかし豊臣家はこれを拒否。ついには徳川家に最後の戦いを挑むべく挙兵する。豊臣家は黒山の雪村に参陣を求める。雪村は密かに黒山を出し大阪城に入城した。対する徳川は天下諸侯に号令して大阪城を囲む。その包囲軍の中には雪村の兄信行の姿もあった。真田の将、大阪の陣。貫き通すは我が信念。私は雪村様の忍びだから。家康、ただその首一つを取ればいい。どうかしたのか。どうかしたって、周りどこも敵でいっぱいなのに、そんな涼しい顔して。雪村様、まるで綺麗だな。いつだったかこんな桜を見上げたことがある。あの時も胸が高鳴った。ほんと綺麗。この桜、来年もこんな時期に咲くんですかね。ああ、また一緒に見られますかね。ああ、雪村様、最後までお守りします。だから、だから死なないで。you
大阪城は完全に包囲されているが、だが我らは秀頼様をお守りし戦い抜く。乱世を生きた者の負の意地をここに示す。真田丸は防衛の要、敵も放ってはおかないだろう。鉄砲隊前へ、寄せ来る敵を撃ち真田丸を守れ。対する、ただのいざ戦わん。我がこうにしてくれるわ。いざ戦わん。乱世を戦い抜いた者の負の姿、この状況で抗うか。諦
目の悪い奴はいるの？降伏してくれないかね。根こそぎ切り捨てないと死んじゃう。忍びの技、そなたに及ぶものはないな。押してまいる。止められては力押し以外にない。援軍真田丸へ突撃せよ。これまで。
記念聞かせてもらう。マジだよ。お相手いたす。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。体の一さ、捕らえられ燃えよ魂。くっ、闘志を撤退する。何度も槍を交えた。そしてこれが最後となりましょう。マジだよ。城内まで敵が溢れている。ついに落城の敵に来たか。まずは秀頼様を安全な場所へお連れせねば。
武勇、あやかりたい。ここは譲れない。いざ参る。忍びの技、そなたに及ぶものはないな。兄上、家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い、勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と千尋はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村！